メタルギアサバイブのマザーベースは敵対勢力ゾフの襲撃を受けていた。兵士たちは指揮官不在の中、突然の襲撃に必死に抵抗するも、その間なくマザーベースは壊滅してしまう。指揮官ビッグボスの撤退後、壊滅したマザーベースの上空に突如として巨大なワームホールが出現。ワームホールはマザーベース上に残された兵士や瓦礫などを 次々と異次元の世界へと吸い込んでいく。主人公である MSF 兵の一人はその過程で仲間を失いながらも、かろうじて自らはワームホールへ吸い込まれず、九死に一生を得る。そして半年後、主人公の兵士はある米国の秘密研究組織、ウォーデン・クリフセクションの一室で目を覚ます。組織の男、グッドラックは主人公に様々な任務を行うことを依頼し、 同時に、兵士の体に寄生した未知の生命体を治療するためだと告げる。兵士は寄生された生命体の治療方法、そして仲間たちを救うため、ワームホールをくぐり抜け、通称 D テ世界と呼ばれる世界へと足を踏み入れる。そこで出会ったのは、寄生体の侵食が進みワンダラーと化した人間たちと、かつて敵対したゾフの一兵士。これが、 異形の者たちが徘徊する絶望の世界でのサバイブの始まりであった。主人公であるキャプテンを操作し、敵を排除しつつ素材などを集めながら、目標を攻略することが目的。ありがとうございます。